穴も、大体開け終わったんで、はい、次はこいつを打ち込んでいきます。打ち込んでいきます、はい、この作業は3人で3人やるんで、売ってる人が疲れたら交代。なるほど。って感じで作っていきます、はい。じゃあさっき穴開けたところに、この柱を刺すんですけど、はい、ちょっとここに穴が開いてるんですよ。はい。でここにちょっと鉄板入れて、棒入れて、まあ、ここで止まるように、はいはい、するんで、ちょっと一回寝かしてもらって、はい、ここに通す感じです。はい、こうしてこっち側がこうなった、パチッと。あ、なるほど。で、まあ、これで抜けない。おお。で、要はここが土に入るって感じです。結構深いですね結構深いです。よいしょ。そしてこの水平器っていうのをつけます。はい。こうとこうで、こっちから見る分はこの傾き、はい、でこっちから見る分はこの傾きを見ます。武藤さん、この水平器って見たことあります？初めて見ました。この空気あるじゃないですか、はい、これがこの黒と黒の間が垂直ってことです。例えばこれがちょっとこっちに傾いてたら、あ、なるほど、歪むんですよ。だこうなったらちょっとこっちに引っ張ってあげる、はい、っていう感じのを武藤さんに片方を見といてもらいたい。はい、わかりました。見とくん で結構振動ドンドンってくるんで、はい、結構びっくりするかもわかんないです。これが水平に、はい、いけてますか？こっちも持っとこうか。で、もうちょい、おお、どんな感じですか？で、もうちょいこっちですね、はい、あ、この辺です、はい、これで僕も OK、武藤さんも OK で、むちゃんに、お願いします。はい、お願いします。うぅうぅすごい。お、まだやで、まだまだで、この時武藤さん下見てて、はい、OK、 おぉ、はい、てな感じで、で、まあこれあ、バッチリです、はい、はい、バッチリです。そんな感じをやっていきます。はい、はい、これを真ん中の穴に入れて、で、ピンを刺します。 OK、 オッケーです。はい、いざいざ、はい、お、怖い。よいしょ、もうちょい頑張って。よいしょ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 。オッケーです。オッケー。おお、これはきついぞ。まだまだあります。まだまだあります。確かに一番ハードな作業ですね、これが結構僕永遠に打つときは、うん、なんていうんですか、結構体でこういう感じ。あ、体で、うん、ここから中柱を打っていくための目印の糸をつけてきます。めっちゃ音響きますね、これ今交代交代で炭柱を打ってもらってるうちに、ちょっと私は次の作業をします。これでいけるかな。これで向こう側まで行ってきます。これカメラもきついですよ足元歩くだけでしんどい、これ。よいしょ。きついぞ、歩くだけで。あ、切れた。
終わった。もうこれは不運としか言いようがない。なんとちょっと待ってね。あとちょっとだったのに。こういう時もある。これます。タカスクを狙うと見せかけて音がする。まあ一旦打ってもらって。そうですね。打ってもらって。オッケーです。お、あ、いける？いってます、いってます。いいね。いくよ。いくよ。あ、いけるいける。いってる、いってる。まだ？はい、まだまだ。まだ？まだ。まだ。まだ。一段降りた方がいい気がするな。そんなことないか。一段降りて打ちますか。いける？いける。そうなんだな。開いてる？いや、行ってないな。なんか何も変わってないけど、ここでいいんちゃう？ここで、ラスト一発飛んだけ。オッケー。無理やり。お疲れ様でした。はい、ということで、一応、柱、積み柱、中柱、すべて打ち終わりました。雪のあれでですね、相当体力が奪われましたが、まあ、ようやくこの柱がね、だったことで結構畑っぽくなってきたんじゃないでしょうか。まあ、まだまだ道のりは長いですが、春に向けて頑張ります。引き続きお楽しみに。ありがとうございました。